シメチジンは、ヒスタミン H2 受容体喫抗薬の一つである。H2 受容体と喫抗することにより遺産分泌を抑制することから、遺産抑制薬として使用される。商標メータガメット。H2 受容体を喫抗する薬物としては他に、ファモチジンなどが存在する。犬や猫の炎や、消化管解用にも使用される。重大な副作用として、 添付文書に記載されているものは、である。治験時の副作用発現率は明らかにされていない。シメチジンは、H2 受容体喫光薬である。シメチジンには他に、弱い抗アンドロゲン作用があり、特に高容量で男性に対して、臨床的に影響を及ぼす。動物のアンドロゲン受容体とテストステロン、または、ジヒドロテストステロンとの結合を直接阻害する。さらに、 エストロゲン代謝を阻害するので、エストロゲンの血中濃度を上昇させる。関連して、シメチジンは小規模臨床試験で、ニキビや男性型脱毛症に対する効果が見られているが、男性型脱毛症や性ホルモン関連悪性腫瘍に対しては効果が見られなかった。シメチジンの抗アンドロゲン作用は、一部の副作用、マニューや女性の無月経、男性の女性加入や、 勃起不全の原因となる。抗アンドロゲン作用に加えて、締め地順にはエストラジオールのニヒドロキシルカ抑制作用もあり、エストロゲン量を上昇させるので、これらの副作用が増加すると思われる。その上、エストロゲンが増加すると、テストステロン量が減少し、プロラクチン量が増加する。ありがとうございます。